スタートレックはアメリカで生まれた SF テレビドラマをヒントに作られたコンピュータゲーム式シミュレーションゲーム。当初はフリーゲームだったが、後にメーカーから商業品としても発売された。なお以下当たり記事においては、すべて特に断りなく、当ゲームと記した場合はこのスタートレックゲーム、映像作品と記した場合は宇宙大作戦のみを意味する。仲の悪かった。 惑星連邦とクリンゴン帝国は、いよいよ全面戦争に突入した。君は、宇宙船、USS エンタープライズ号の船長となり、ワープエンジンや格子魚雷などの機能を駆使し、このエンタープライズたった一隻だけで、銀河に散らばる、多数のクリンゴンを起源までに全滅させねばならない。任務完遂の暁には、提督の地位が待っているが、失敗した場合は、 地上勤務に降格となる。これらの固有名詞や世界観は映像作品から拝借しているものの基本的には初期に当ゲームを作り上げていったトレッキーのプログラマーたちが勝手に想像したオリジナルストーリーである。なお、新スタートレック以降は当時まだ制作されていなかったため当ゲームには反映されていない。当ゲームは1971年に マイク・メイフィールドにより SDS 社のミニコンピュータシグマ7に搭載されていたベーシック言語で書かれたのが始まりとされている。これがヒューレット・パッカード社のベーシックソフトウェアライブラリーにも加えられた。1973年には後に世界初のテレビゲーム史研究家となったデビッド・アールそしてマリー・コールによってメイフィールドのバリエーションが PDP-11 のオペレーティングシステムの RSTS-11 に移植された。これが書籍101ベーシックコンピューターゲームズにスペースウォーとして掲載され、ベーシックを使えるコンピューターを持っていたユーザーの間で、当ゲームが広く遊ばれるようになった。また上の段落とは別に、ボブリーダムが作ったバリエーションでは、機械の故障やクオドラントの名称といった概念が、 追加された。さらに R は、スーパースタートレックと呼ばれるバリエーションを作り、これは1978年に、書籍マイクロコンピュータエディションに収録された。この本は、同年に、アスキーより日本語版が出版され、日本のマイコンユーザーにも、当ゲームが伝わることになる。コンソールないし、テレビモニターのキャラクタースクリーンで遊ぶものが、一般的だったが、などが存在した。 アップル通用のドス3 2のシステムディスクには整数ベーシックで書かれたアップルトレックが収録されていた。ビット臨時増刊マイクロコンピュータのプログラミングピアニッシュも245宇宙戦争ゲームのプログラムにて石田春久が最初に輸入したのは多分自分だと記している。1975年のベルケン滞在時にプレイして面白さに感心し、 周囲の手助けを得て、1976年に、東大大型計算機センターのマシンに、デモプログラムとして登録し、同センターのアカウントがあれば、ゲーム、スタートラックというコマンドで、TSS 端末を通して遊べた、という。その後、米国製のパーソナルコンピュータが、輸入販売されるのともにスタートレックも輸入され、秋葉原のマイコンショップで一ゲームあたりで料金を、 召集して遊ばせるなどして一部のマニアによって細々と遊ばれるようになった。当ゲームが日本で脚光を浴びてくるのは1980年前後8ビットパソコンホビーパソコンがマイコンと呼ばれていた時代である。主力となるマイコンが MZ-80 と PC-8001 だった当時はスペースインベーダーの流行もあってシューティングゲームなど アクションゲームが定番で、シミュレーションゲームでは、ウォーゲームやアドベンチャーゲームが存在していたもののソフトの種類が少なく、遊ぶにもやや難しすぎた。しかし当ゲームは、多少のルールの違いはあるものの、いくつか遊べば、操作感覚が大体いいわかる。これは、現在においても何か一つのジャンルのゲームを遊べば、他の同ジャンルのゲームも、比較的簡単になれるのと同じである。 そのためどんなマイコンでも誰でも遊べるコマンド入力式ゲームとして当時のデスクトップマイコンがほとんどに移植された。ただしゲームの規模が当時としては大きかったためメモリ容量が拡張でないと動かないものが多くビッグ -1001、100 ZX-81 などの低価格でメモリが非常に少ないマイコンにはあまり移植されなかった。これに対し少ないメモリで動かすため ゲームの内容自体を簡略化したものも作られ、タイニートレックと呼ばれたがそのベーシックようにトレックも書いた例もある。菅谷光も、当ゲームをシャープのポケットコンピュータ版で遊んでいたことを公式サイトで語っている。当時のマイコン雑誌で4強を誇った、I,O, 月刊アスキー、月刊マイコン、ラム全ての雑誌にも、当ゲームのプログラムは掲載された。 特に有名なのは i.O. の1982年2月号に掲載された FM-8 用のオールキャストスタートレックでこのバージョンでは高解像度のグラフィックを活かしてエンタープライズ号のクルーの顔がすべてグラフィックで表示されたソフトメーカーからも商業品として発売されている構成においても有名になった企業としては p c 8 0 0 1番 スーパースタートレックの99電機、MZ-80K-C 版のシャープ性やハドソンソフトなどが挙げられ、施設サイトで当ゲームの思い出を語っている場合、この MZ-80K-C 版はかなりの頻度で登場している。また首都圏では当時本放送以降映画一作目の日本公開時まで再放送されず映像作品の知名度が あまり高くなかったため、スタートレックは、海外ドラマでなく、オリジナルゲームだと勘違いしていたものも多かった。PC-8800 シリーズ PC-9800 シリーズなど、大容量のメモリやグラフィックを持つ、次世代パソコンが多数登場すると、当ゲームに頼らなくとも面白いシミュレーションゲームが、多数入手できるようになり、当ゲームは遊ばれなくなり、 作られなくなった。しかし現在でも当時を懐かしむ、いわゆるレトロゲームの一種として、当ゲームのフリーゲームや、プログラムリストがダウンロードできるサイトも存在する。ユニックスでは、ローグ等とともに、伝統的に、マニュアルのセクション6のゲームとして、例えばフリーブズドでは、ポーツのゲームズ、ビースドゲームズに収録されている。また海外では、当ゲームのシステムを基本に、 新スタートレック以降の世界観及び現代風のグラフィックや操作性を取り入れたフリーゲームウィントレックが公開されている。などはウルティマドラゴンクエストシリーズのようなフィールド見下ろし形コンピュータ RPG とある程度の共通点を持つ。当ゲームは様々なプログラマーがそれぞれ独自の解釈によるゲームを作っていったため。 日米問わず、作られた数だけルールに細かい違いがある。本来なら、最初に作られた、シグマ7半や、最も多くの人に遊ばれたバリエーションとして認知、されているもの、何らかの定義で公式として認められているものを、基準に解説することが望ましいが、当時のマイコン事情が、良くも悪くも自由だったため、当ゲームはそれも困難である。 異なるルールをすべて解説することは不可能なので、ここでは以下の基準に沿ってルールを解説している。また多数のゲームプログラムの違いを意味する言葉は、同記事では便宜上、バリエーションという単語で統一する。こうしたルールの違いに関する読解及び過失修正については、テレビゲームではなくカードゲームだが大富豪。 マージャンのルールなども参照のこと。はじめに、クリンゴンと基地の数が設定される。数を入力しない、バリエーション、または入力できるバリエーションでも入力を略した場合、一般にクリンゴンイコール25、基地イコール4、宇宙年、イコール、クリンゴンと、ほぼ同数に設定され、司令部からのメッセージが出る。USS エンタープライズ号へ。 宇宙歴35年までに、赤のクリーンガンを、破壊せよ。なお、宇宙基地がこ用意してある。ステータス表示この機能は故障せず常時表示されている。このためこの機能の正式は特に定められていないので、同記事では便宜上ステータスと記す。事前補足銀河系マップエンタープライズが、どのクオドラントにいるかを表示する。 また文字飾りの付けられるマイコンで動くバリエーションでは、今いるクオドラントを白黒反転文字、内視前述のステータス表示のコンディションと同じ色で表示するものが多い。なおクオドラントは、本来4つずつの大グループに区切られ、それぞれ固有名詞と数字が割り振られていたが、これは日本で遊ばれたバリエーションでは、取り立てて反映されていない。 ロングレンジセンサーショートレンジセンサーセクター内の配置をローグ同様に1文字で表示する。故障すると表示されなくなるため、その時はメインパネルの座標を頼りに文字通りの計測飛行となる。画面マイコンの機能が進むにつれ画面レイアウトのバリエーションも進化していったので、ここでは歴史が古い順から3種類に大別して解説する。なお、 以下の画面イメージの表示は、当記事に合わせて投稿者が個別に再現したもので、過去に実在した、あるバリエーションを複写してきたものではない。40x25 画面表示の再現イメージ、80x25 画面表示の再現、イメージインパルスエンジンこのコマンドは、セクター内移動とセクター外移動のコマンドが、分かれているバリエーションでは、セクター内移動限定コマンドとして設定される。 使用方法は次に述べるワープエンジンも基本的に同じ。ワープエンジンこのコマンドは、セクター内移動とセクター外移動のコマンドが、分かれているバリエーションでは、セクター外移動限定コマンドとして設定されている。分かれていないバリエーションでは、ワープエンジンがどちらの機能も兼ねており、ワープ1から10なら、セクター内移動、ワープ10から100なら、セクター外移動となる。 シールドフェイザー方向子魚雷エネルギー、変換気候子魚雷の消費本数を入力すると、本数分の魚雷からエネルギーが抜き取られて補充される。保有エネルギーは1本につき300ユニットとする、バリエーションが多い。エネルギーが少ない時の応急処置として便利だが、もちろん魚雷がなければ使えない。なお一般に、逆変換はできないバリエーションが多い。 ダメージレポート書く期間があと何年使えないかを表示する。この機能は一般に故障しない。コンピューターワープや武器等の主要コマンド以外に小さなコマンドが多数存在する場合は、このコマンドが設定され、コンピューターを選択するとその中でまた、 サブコマンドを選択するバリエーションもあるまた故障する。場合はこのコマンド一つでまとめて故障し、サブコマンドが一つずつ故障することはない。簡単なバリエーションのクリンゴンは、ただその座標に止まっているだけで動かない。武器はエネルギービームで、タイのクリンガンからユニットの攻撃と表示される。攻撃されるとエンタープライズのエネルギー、 もしくはシールドエネルギーを調整できるバリエーションでは、シールドが減る。攻撃量が大きいほど故障も頻発する。複雑なバリエーションでは、クリンゴンが、以下の行動を取ることもある。しかし魚雷発射バリエーションには、動詞打ちという裏技がある。魚雷を撃つクリンゴンとエンタープライズの間に、他のクリンゴンがいても、魚雷を撃つクリンゴンは、中間のクリンゴンに構わず、 魚雷を撃つので、中間のクリンゴンに命中してしまう。これは、中間に味方がいるかの判定をしていない、論理バグによるものだが、映像作品の設定をうまく使った。クリンゴンは、仲間同士でいがみ合うので、同士打ちをするという設定になっている。魚雷発射バリエーションはこれを使うと、少ないダメージでクリンゴンを倒すことができる。故障すると、が、故障しました。 年使えません。と、メッセージが出て、使用不能となる。ただしセクター内ワープは、故障時も3スピードまで可能。故障を直す方法としては、以下の手段が挙げられる。この他に、同じ期間を連続使用すると加熱して使えなくなる。オーバーロードという概念を持つバリエーションも存在する。オーバーロードは、他のコマンドを一度でも使えば解除される。 制限日数内にすべてのクリンゴンを破壊すれば勝ち。この場合、おめでとう。あなたを対象に任命しますとメッセージが出る。音源付きマシンの場合、アイーダの外線更新曲が BGM に流れるようセットされているソフトもある。日数かエネルギーがなくなる、あるいは死者が出るバリエーションで死者総数が多すぎると負け。 日球派占領されたお前派見習いに格下げだ。と、メッセージが出て終わる。こうしたゲームなので、当時としては珍しく得点表示がないが、得点や A から D のランクが出るバリエーションもある。当ゲームのテーマやシステムを一部流用したゲームも、存在するため、アレンジ内容で分類した例を以下に挙げる。当時のゲームは著作権が良くも悪くも曖昧であり、 有名作品の名前、キャラクター、設定などを使っても、そう問題とはならなかった。だが1980年代初頭に入るとこれらの問題も考慮され始め、追って、スタートレック関係も、スポックなどいくつかの固有名詞が使えなくなった。ただし、エンタープライズは昔から多数の船に使われている固有名詞なので、使っても違反ではない。このため例えば、 当ゲームをコードにアレンジした、スターフリートでは、当初は、ゲーム名以外は、映像作品と同じ固有名詞を使用していたが、カーク船長が、シャトナー船長、ミスタースポックがミスターニモイなど、俳優の名前で置き換えられ、クリンゴンは、エイリアンと組み合わせて、エイリゴンとなった。前述の、みんながこれで燃えた PC。PC-6001 に掲載されていた。 スター・コマンド・シグマのインタビュー記事では、スター・トレックの名を使いたいと東北新社に直訴したが、実現せず、敵の名は、クリンゴンをもじって、クリムザンとして妥協する結果になったと語っているが、プログラムで一箇所だけ名前を変えれば、クリンゴンとして表示されるように作ってあった。英語版では、複数存在するため、他の言語表示部以外に、ここでも並べる。ありがとうございます。